ース。めちゃめちゃうめえな。ないっすね。泡がきめ細かいということで、いつもの乾杯で始まりました。ワッキー TV のお酒担当モーニーと、今日は恵比寿のですね、バクロさん、馬肉専門店でございます。昔ですね、このチャンネルでオフ会やりまして、ちょっとここにね、軽くあのワイプで流しておきますけども、新橋店を貸し切りまして、でその時あのワッキー TV のね、書籍本を出版したんですよ。でその出版記念で視聴者を集めたオフ会、食事会をやりまして、でかつ俺が馬肉カレーを作ったんだよ、厨房で。でそれを振る舞うっていう。バクロ新橋店のキャパが50席55席ぐらいだったんですけど、 YouTube で発信したら1日半か2日ぐらいで全部埋まっちゃいまして、大盛況ということで終わりまして、で時を経てですね、ここね、オープンしたのがね、今年の6月なんですよ。ここのバクロは他のバクロよりもワンランク上なんだよ。ワンランク上のめちゃめちゃおしゃれなバクロということで、他のバクロはね、大衆寄りなんだけど、ここの恵比寿店はすごくカジュアル。ちょうど真ん中がなんか円卓みたいなカウンター席があって、で天井も結構高くて開放感があり、大衆を売りにしていたバクロさんなんですけど、ちょっと場所が場所ってことで恵比寿なので、めちゃめちゃおしゃれな。で相変わらずモーニーはもうないと。札幌ビール美味しいですね。すぐなくなっちゃう。特選馬刺し盛り合わせ、これ馬肉の生つくねってことですよね。じゃあこれ2つ。はい。ちなみに馬肉はさ、うちら40代からしたらめちゃめちゃアンチエイジングなのに、今日も若返っちゃうぞみたいな。あれ、なんか今ワッキーうぜえなって声が聞こえたけど、チャンネル登録解除かな。ビール、恵比寿で飲む恵比寿ビールは最高でしょ。これはちょっとやばいか。いやね、いつもワッキー TV グルメマップありがとうございます。あ、ありがとうございます。すいません。これが生つくねですか。はい、針生姜芽ネギ、太くて山わさびの醤油漬けになってますので、はい、混ぜていただいてお召し上がりください。これあれですよね、馬肉の専門店ありますけど、あんまり出してるとこないですよね。いや、多分ないと思います。そうですよね。この出し方もうちだけだと思います。あ、そうですか。はい、専用の自家製のタレ、甘辛タレ。はい、自家製のタレ。はい。いや、どうすか、モーニー。下味がちゃんとしっかり効いてまして、肉の旨味もすごいんですけども、玉ねぎ入ってるんですよ。玉ねぎが入ってる。多分ね、これ玉ねぎ入ってます。モーニー、玉ねぎ苦手だからね。はい。これ食べれる。これ食べれますね。お、嫌な感じが全くないです、この山わさびの。おお。人生初の馬肉の生つくね。わあ、うまそうだな。うわ、たまんねえな、これ。これね、すっげえとろける。めちゃめちゃうまいね。これはすいません、ダブルです。甘いね。甘いですね。馬肉本来のなんか旨味、はい、甘み、うん、タレべったりつけちゃうと若干タレが勝っちゃったりするんだけど、この馬肉のもうつくね自体にも下味がついてて、山わさびの醤油漬け、これもすごいですね。食通の方うなるよ。、うん、焼いても食べてみたいよ。あ、確かに、ね、確かに、うん、はい、うわ、特製のバサシもいいですね。サシすごいっすね。やば、これ。赤身のロース刺しと油刺しになります。真ん中が特上の霜降りバサシですね。こちらぶつ切りがヒレのバサシになります。はい。でこちらが超希少部位で1頭で 500g しか取れないんですけど、ささみ刺しと言いまして、はい、サーロインのかぶりの部分です。甘醤油。すごいな。ちょっと待って、ほら、刺しつけまして、スライスニンニクを乗せて、わあ、芽ネギも。これはどうでしょうか、お酒飲みの方、たまらないんじゃないですか、これ。やっぱり一緒のもの食べたくなっちゃうんですよ。馬刺しってこんなうまかったっけ。俺今までバクローさんも何回も言ってんだけどさ、これもうあれでしょ、熊本までの香水。これ3ヶ月前熊本行ったけど。そうですね、熊本行くっすよね、これ。ちょっとこれをですね、生醤油でこれをね、うまっ、すごい上品。生肉食べたいみたいな女子いるから、まあ、刺身生つくね、めちゃめちゃ喜んでくれると思う、これ。うん、こっちのヒレに関しては、これはですね、文字をね、ちょっとね、いただきます。
玉醤油を軽くつけて、うわっ、あー、藻塩のさ、塩味がまたね、甘さが引き立てるんだよね。これ飲んでからしたらどうですか、お酒に合うようにできてるのかな。お酒が出てるだってもう刺身でもう残り3杯目だからね。3杯目の、しかも瓶ビールもなんかもうに1人で1本飲んでるからね。ちょっと飲んじゃいました。ちょっと酒進みますか。うん、すごくもう大満足でございます。あ、来た来た、ちょっと綺麗肉のレアカツ、うわ来た、すごい綺麗肉のレアカツ、国産の赤ワインソースだって、はい、びしゃびしゃにつけて、うわ、国産の赤ワインソースをびしゃびしゃにしてつけて食べる、びしゃカツで、びしゃカツ、びしゃカツ、チーズもグラナポタンドっていう、あー、グラナポタンド、慶応だな。ただ自分2杯目はね、あのこの恵比寿の曝露さんね、日本酒結構力入れてるんで、この中だとね、やっぱり原酒がまあ飲みたいなっていうのあるんだけど、気になるのがこの馬肉に合う日本酒非公開というで、下は期間限定夏の日本酒が、もうちょっとこれ終わるかもしれないけど、馬肉に合う日本酒を、じゃあ、はい、栃木の日本酒、はい、若駒酒造というところで、馬肉に馬刺しに合うように作られた日本酒、日本馬肉協会、日本馬肉協会、はい、これ初めて見たかもしれない、はい、男同士で次合う、おー、ありがとうございます、いいっす、あー、ちょっとピリッとくる、後味すっきりな感じ、最後ね、希少部位のかぶりですね、鰭醤油につけて、モーニーの嫌いな玉ねぎをね、ありがとうございます、ここ、ね、玉ねぎいや、うまっ、うん、ちょっとね、自分こういうのはね、真ん中から行きたいんですよ、いいっすね、すいませんこういうのもさ、ほら、大人数とかさ、先輩とかいるとさ、気使っちゃうじゃん、うん、気使わずに来たわけよ、こういうのね、なるほど、はい、うん、うん、ロウロコ、うわ、やば、これさっきね、店員さんがしたけど、そう、びしゃびしゃにつけて食べるって言ったからね、このソースがね、赤ワインのね、このびしゃびしゃに、うまい、うまい、うまい、これをつけてガッと、うん、もう両面つけて、うん、両面、そう、こういうのいいんですよ、うまいですね。ここからはですね、馬九郎さんの、塩しゃぶですね、これも看板メニューになってるね、これがあの、ベニクジャクでしたっけ、はい、茨城県産のベニクジャク、ベニクジャク、ブランドランですね、塩しゃぶをね、この特製の6種類のジャンで食べるというね、で一応卓上にこの説明がありまして、まずは梅トマト、ニラ豆板醤、マーラージャン、青唐辛子醤油、いりごま山椒、レタス、空心菜、白ネギ、おかひじき、夏ごぼうでございます。かわいい女性のね、店員さんにやってもらってますちょっとすいません、顔が映ってないんで、ちょっと残念なんですけど皆さん、あの、想像してください、青森県産の上バラ、上バラです、これはあちらの専用のスライサーで、はい、今お切りします、最初の1枚目はしゃぶしゃぶしてくれるんです、あ、そうです、でも刺身でも全然食べれるんですね、わー、美味しそう、もうレアで、ちょっともう今のうちに卵溶いて、あー、もう準備 OK だね準備 OK だわ、で、最初卵とお出汁のお味だけでこれで、ね、あー、贅沢やな、いいっすか、これでもうわ、卵黄がちょっと硬いね、硬いっすね、これぐらいの野菜、ありがとうございます、うわー、綺麗な朱色だな、これ卵も、1種類目がタンなので、はい、ネギをちょっと多めに残していただいて、あ、わかりました、ネギタンシャみたいな感じで、あ、ネギタンシャ、ちょっとお見せいただいて、はい、結構ザッとなってますね、うわ、うまっ、
ちょっとめちゃくちゃうまいなこれ。美味しいですね。これさ、馬肉の旨味と甘みがめちゃめちゃダイレクトに来て、ベニクジャクっていうブランドなの。これも結構濃いね。これ TKG 最高にうまいだろう。最高に美味しいですね。で、お出汁はちょっと優しめな感じだよね。煮干しが効いてます、お出汁が。見た感じさ、もうこれ馬肉って見えないもんね。見えない、見えないです、見えない。いいとこの牛肉だろうけどね。いや、恵比寿でおしゃれにこんな馬肉が楽しめるのはいいな。自分はね、この梅トマトいってみようかな。梅肉とトマトのさっぱり加減とちょっと塩味強めかな。これいいね、6種類のいろんな薬味使って馬肉を楽しむ。ニラ豆板醤、うん。次は炙りごまに。口に運ぶ時のいった香りがすごいね。これお出汁追加は無料でやってくれるんですか？もう無料です。ありがたい。でモーニーが卵がもう薬味だらけになっちゃって、卵の追加は1個いくらでやってくれるんですか？メニュー表にありまして、卵の追加が1個税込みで209円。これが単車です。これがタンですか？タンです。うわー。でこう輪切りでこう切っていくと思うんですけど、はい、横長でスライスしてるんで、タン先とタン元が全部両方、タン先、タン中、タン元の食感も味わえる、全食感を味わえる。これがでも馬のタンなんですね。タンですね、はい、スライスしたやつですね。初めて見たかも。これをネギたっぷりで一緒に召し上がり。ああ、このネギをあえて余らせて、はい、こっちのネギとこっちですか？はい、こちらですね。こちらはですね、逆にしっかり火入れていただいて、はい、あのタンの食感をちょっと楽しんでいただきたいんで。ああ、なるほど。でネギを楽しんでいただいて、ネギタン車を。これの、はい、おお、でもいいな。どうすか、タン。歯ごたえがありますね。歯ごたえがある。ああ、甘い、甘い。食感はすごい楽しめるね。青唐辛子の醤油漬けですか。ああ、いい。全部表情が違う。うまいな。モーニーどうですか、暴露は。想像以上でした、ね、想像以上。想像以上です、はい、これも会食で使いますね。使いたい。あ、はい、使います。使います。おお、連れてこられた人はあるっす、喜んでくれるだろう、ね、接客サービスもいいしね。でも一番お得なのはメニュー見て暴露コース、まあ、今回うちらはアルカルトだけど、このコースはやばいね。飲み放2時間付きで税込み8000円でしゃぶしゃぶもついてるし、最初に食べた生つくねとか刺身ヒレカツもついてて、これはマーラージャン。これが最後の肉ですね。はい、じゃサーロインです。もう柔らかい部位ですので、こちらあえて手切りでちょっと厚めに切ってます。お刺身の食べる部位なので、もうレアで大丈夫です。5秒ぐらいで。あ、5秒で。5秒で。巷では3秒ロースとかあるけど、これは5秒ホースですね。5秒ホースこれぐらいです。はい、これぐらいで。食べたらいちいち店員さんの顔見るのやめてもらっていい？下味すごい効いてる。おお。こっちにモーニーの中では6種類のジャンどれが一番好きですか？炙りごま。卵とこのごまの相性がすごくいいです。俺の中で1位はこのニラ豆板醤かな。これが俺好きかな。ソース焼きそば、うまそうだ。焼きそばだけど麺細いですね。細くて麺がすげえ美味しそうだ。台湾っぽいね。台湾の味だねこれ。締めの雑炊でございます。このだし汁には今までの馬肉の脂とか旨味がね、入ってます。凝縮されてるん で、はい、でここにジャンを入れてもいいですし、はい、お皿の方に入れて全然どちらでも大丈夫です、はい、はい、分かりました。これデザート頼んでないんですけど、お客様全員です。全員に、はい、直しでサービスで提供されてるんですね。です、はい、東京の青ヶ島の塩アイス。
おお。わ、塩アイス、この塩味たとこのブラックペッパー振られてるんですけど、これがいいアクセントになってて、これサービスでやっちゃっていいの？今日はですね、恵比寿の馬九郎さん、本店が千葉の船橋にありまして、まあ、自分は過去のワッキー TV の紹介は新橋店が多いんですけど、店舗数もね、馬肉を使ったお店で馬九郎さんかなり店舗数ありますよね。でここの恵比寿店が、まだオープンして3ヶ月ぐらいしか経ってない、まあデート会食ですか、とはいえ馬肉がこんなにリーズナブルで食べられるっていうのはやっぱり馬九郎さん、あの卸もやってるから、他の店ではちょっとこの価格では実現できないのかなっていうのはあるかな。あと特に40オーバーの男性の方、馬肉はねめちゃめちゃアンチエイジングにすごい効果を発揮するんで、脂肪燃焼効果もあるし、牛肉よりもカロリー低いし栄養価も高いから、明日ね朝多分元気になってることでしょう。特に40オーバーの方、ぜひ食べに飲みに来てみてはいかがでしょうか。で馬九郎さん の、 あの8000円、税込み8000円のコース、2時間飲み放題ついてるんですけど、なんとさっき店員さんに聞いたらね、ここにある日本酒飲み放題で全部入ってるみたいです。だから店ちょっと大丈夫かな、もしかしたらそのうち店主だけ飲み放題から外れてるかもしれませんけども、わかんないですけど。恵比寿で馬肉で若返りをぜひ。それではまたね。